親愛なる同志諸君、よくぞ来てくれた。我々は今回の東京ゲームショーにて人類復活300名計画を遂行する。我々が派遣した英雄的労働者たちが各所に散らばったマトリョーシカを集め、滅亡した人類を期間内に300人復活させるのだ。東京ゲームショーに来場する諸君には町の維持発展を行い、この計画を支援してほしい。そのためには労働、闘争、繁栄の3つを行う必要がある。これらを踏まえ、会場で配布される労働報告カードを手にし、自らの判断で活動してほしい。まずは基本的なことから説明を始めよう。この項目は説明不要だろう。さあ働け。他の同志は何かアクションを起こしている時にしか見えない。共に働く同志を見つけよう。協力するもよし、応援するもよし、けなすもよし。諸君には戦闘服や作業着など多数の服が配給されている。各自好きな服を身にまとい活動せよ。グルバシー。資源の採取を主とする労働。町の維持発展には資源が必須であり、町から少し離れた島で集めなければならない。島へ行くにはバスが最も手軽な交通手段となっている。島に着いたら各ツールを使用し採掘を始めよ。町への貢献度によって配給券が配布される。配給券はショップでさまざまなツールと交換できる。イズベルグとの戦いを主とする闘争。時として現れ街を破壊するイズベルグ。街と人民を守るため直ちに武器を取れ。街の施設は戦いによって破損することがある。消滅してしまう前に素早く修理せよ。人類の敵であるイズベルグを同志と協力し、ロケットランチャーや砲台を使って撃退せよ。町の拡大を主とする繁栄。電力がなくなると町の施設は機能しなくなる。電力を切らさぬよう常に注意せよ。町の施設や乗り物は自身で工作する必要がある。より住みよい町にするためには施設の見た目も重要である。人民に気に入ってもらえるようセンスある改装を望む。以上が労働報告カードに記載されている内容である。なお行った労働は全て報告することが義務付けられているため、当てはまる項目にチェックを入れて提出するように。提出した者には特別配給を実施する。また東京ゲームショーでの街の動きはツイッターで報道される。会場に来られない同志諸君は情報を逃さないよう逐一確認するように。では同志諸君の働きに期待している。プレイステーション
ーション。